これより、ロープウェイは青鳥海岸5階、山麓駅まで下ってまいります。皆様の目の前に広がる町、徳島市は1889年、明治22年に市制が敷かれ、当時の人口はおよそ6万人、全国で10番目の大都市でした。現在の人口はおよそ26万人でございます。今ほぼ中央に見えます山が城山でございます。1585年、天正13年、八須賀家政公が藩主として入国してからおよそ300年間、阿波、淡路の2カ国を統治し、行政の中枢となった徳島城が築かれた山です。現在天守閣はございませんが、和紙の門が復元されています。また石垣とお堀、徳島城表御殿庭園が当時の姿を残しております。庭園に隣接して書院造りの建物が徳島城博物館で、徳島藩と八須賀家に関する資料を展示しております。城山と眉山の間、徳島市街の中心を流れておりますのが新町川です。かつては徳島藩を支えた阿波藩の集積地で、川岸には白壁造りの藍蔵が立ち並んでおりました。現在新町川一帯は水際公園と呼ばれ、昼間はボードウォークで見れると、夜はイルミネーションなど訪れる人々の憩いの場となっております。またこの城山一帯の中洲はひょうたん型をしているため、ひょうたん島と呼ばれ、新町川、助藤川などを周遊船で回ることができます。徳島市は川がたくさんあり、水の都、水と徳島として PR に努めております。さて、毎年8月12日から15日までの4日間、徳島市内中心部一帯で阿波踊りが開催されます。踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らなそうそうと歌われるように、二拍子のリズムで熱気あふれる阿波踊りが披露されます。ぜひ本場の踊りを体感してください。まもなく山路ケージ到着でございます。お降りの際はお忘れ物などございませんようご注意ください。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご案内は大和滝でした。